フィラデルフィアにあるソルフィン・カルルセブニの像ソルフィン・カルルセブニ・ソルザルソンはアイスランドの商人あるいは探検者。1010年頃、約60人または160人の移民を率いて、レイフ・エリクソンが発見した新大陸、ビンランドへの航路をたどり定住計画を企てた。この試みは数年のみで長続きはしなかった。ソルフィンの遠征の前に、 ビンランド遠征は5回試みられた。1回目の試みは赤毛のエイリークの子であるレイフが行い、2回目の試みはソルバルドが行った。それに次ぐ3回目の試みはソルステインが行ったが到達できず、その冬にグリーンランドにて病に倒れ死亡し、失敗となった。このソルステインの未亡人であるグズリーズと結婚したソルフィンは4回目の試みを行い、 レイフとソルバルドに次ぐ3回目の成功を果たすことになる。その後も遠征は続けられ、レイフのイボ姉妹フレーディースが遠征したとされている。ソルフィンとグズリーズの夫妻がビンランドに投竜中、子であるスノリィが生まれた。ソルフィンの生涯、その羊や家系、遠征や後日談などについてはグリーンランド人のサガと赤毛のエイリークのサガに記される。 アイスランドの商人ソルフィンは、交易の荷を積んだ船で、グリーンランドに到来し、そこで、ソルビオルンの娘、グズリーズと出会う。グズリーズは、赤毛のエイリークの息子の一人、ソルステインエイリークソンの未亡人であった。その後、ソルフィンは、彼女と結婚した。グズリーズは、義兄のレーフの下、ブラッターフリーズの辞書に身を寄せていた。この辞書は、エイリークが1003年頃に、 薬病で没した後、レイフに相続されていたが、赤毛のエイリークの佐賀では、まだこの時存命のままグズリーズを自分の敷地に迎え入れたことになっている。ソルフィンは、ブドウが、豊富ゆえに名付けられたという新天地、ビンランドへの移民を目指すという重大な決断を下すわけだが、グリーンランド人の佐賀では、これは、妻のグズリーズが強い主張したことによるとされる。レーフは、 ビンランドへの1回目の遠征の時に建てた家屋をソルフィンたちに借用するのは許可したが、それを丸々譲り渡すことは渋っていた。ソルフィンたちの移民団は、グリーンランド人の佐賀によれば、男60人と女5人を率いた構成であるが、赤毛のエイリークの佐賀では、ソルフィンの船、スノッィの船、ビャルニとソルハルの船の3隻で160人を率いて出発したと、 されている。そして、レーフやその弟のソルバルドが、その前の遠征で確立した航路をおおよそたどって、ビンランドへ向かったとされる。ソルフィンたちの遠征は成功し、ビンランドで暮らし始めたとき、グズリーズはソルフィンの長子、スノッリを生んだとされる。スノッリは新世界で生まれた初のヨーロッパ系人とされる。ソルフィンが開拓した植民地の所在については、 諸説が提唱されている。現カナダの東岸沖にあるニューファンドランド島の北端ランスオメドーで発見されたノルド人遺跡もその候補地の一つであるが、これについては、武道が自生しないニューファンドランド島はビンランドであり得ないという批判説の方が有力である。ある英訳書の付録地図ではランスオメドーをレイフの町と特定し、 ソルフィンの航路は、そのすぐ近くの島であるビャルン島を通ったと、解釈している。ある所見によれば、ビンランドの植民地には、北のストラウムフィヨルドと、南のホープがあった。ホープは、探し料によれば、ソルフィンが、野生の麦やブドウをふんだんに収穫できた土地で、ここで、越冬地としていたが、交易の相手の原住民と紛争が起こり撤収した、としている。また、 あるエアクションの付録地図では、ストラウムフィヨルドを、ノバスコシア南岸、ホープをニューヨークとしている。その後、レーフの原地以外の姉妹、フレーディースもビンランドへ遠征を行ったが、内紛的な殺戮という大惨事に及んだと、グリーンランド人の佐賀には伝えられている。が、赤毛のエイリークの佐賀では、フレーディースは、ソルフィンの一行に加わって、ビンランド行きを果たしたことになっている。 あだ名のカルルセブには男の素材と直訳でき、男の資質、器量やとことんの男などと意訳される。佐賀資料であるグリーンランド人の佐賀と赤毛のエイリークの佐賀については、史実性や食い違いの交渉がなされているが、エイリークの佐賀は史実を外れ、ソルフィンの実績を脚色した内容となっている。例えば、実際はソルフィンがビンランドに到達する以前に、 レイフやソルバルドがビンランドを探検し、そのうちソルバルドは現地で先住民スクレリングの矢を受け死亡していた。ところが赤毛のエイリークではソルバルドの死を延期させソルフィンの遠征に同情し、その後一本脚族にかけられて最後を遂げたという設定になっている。また赤毛のエイリークの佐賀ではソルフィンカルルセブニに新天地のヘルランド、マークランド、 キャラルネスなどを命名した子を与えているが、それは、グリーンランド人の佐賀と食い違っており、誤った記述であると交渉されている。実際は、ヘルランドとマークランドはレーフによる命名であり、キャラルネスは、ソルバルドが破損した船の流骨を石踏みとして建てた場所であった。20世紀初頭、アイスランド人彫刻家であるエナル・ヨーンソンの手により、 ソルフィンカルルセブニの像がアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアに建てられた。ありがとうございます。